栄冠ナインクロスロード。世界の栄冠実装から2週間ほど経ったわ。そうだな。A 級上がってから少し手間取ったんだぜ。 B 級ではサクサクだったものね。今は感覚をつかんだからなんとかなってるけどな。じゃあここらで一旦まとめておきましょう。意味なし。何よりもまずはボーナスの修正で最強になったこのガチャについてだぜ。いろいろあってガチャ期間がめっちゃ伸びたわね。無課金や美課金の監督はこれにぶっ破するのが正解と言えるぐらいになったぜ。このガチャの育成ボーナスがこちら。貫突を入部させればめっちゃ成長させてくれるぜ。しかしそれがあまりに強すぎるということでこのガチャから下方修正。その修正内容がこう、3分の1という大幅ダウン。並べるとこう、修正前のボーナスが破格なのがわかるわね。ガチャキャラはいじれないし、やめたら後発組と格差がつくしで、結果、期間延長となったわけだな。ガチャキャラいじると、下手すると消費者庁とのコラボ案件だものね。返金対応も難しいだろうしな。でも無料パワーダイヤは上限があるし、ぶっ破するべきガチャがこんなにわかりやすいのは助かるぜ。とりあえず6月まではこれ回してればいい感じよね。闇の英語監督までに SR の2人も監督すれば言うことはないな。6月過ぎても監督 PSR には価値があるものね。無課金や美課金監督にとっては、貴重な監督チャンスなんじゃないかな。特に何かこだわりがないならとりあえず回しとけって感じね。では実際にどうやって世界と戦うかっていう話ね。国内に関しては、世界大会決勝まで行ければそうそう負けない感じだ。B 級から A 級に上がった直後、ファーストラウンドで負けたりして、ちょっと厳しい時期もあったわね。B 級では特に何も意識せずとも勝ててたからな。A 級からは違ったのかしら？とりあえず代表に呼ばれる選手を意識したぜ。スカウト評価の高い順に呼ばれるのよね。能力の高い選手が選ばれるようにアイテムで介入しただけだけどな。それでさっきから見せてるこのイチロー選手は何かしら？これぐらいの選手であれば世界大会決勝まではいけるっていう指標になるかなって。ファーストラウンドでもセカンドラウンドでも1回ずつ負けて、ギリギリ決勝進出っていう世代ね。だが決勝まで行くと経験値が増えるからな。そうすると次の世代が伸びる。さっきの世代もこの世代も甲子園出てないのに能力値に差があるわね。ちなみに両方とも友人枠の監督だぜ。この世代は決勝まで楽に行けたわね。一度好循環に入れば甲子園でも結果が出せるようになる。甲子園準優勝して、A 級のゲージがぐんぐん伸び始めた世代ね。公式戦が増えればさらに伸びるし転生選手イベも始まった。世界大会優勝世代ね。この世代は、世界大会準優勝でも、春の甲子園があった世代でもある。世界大会決勝まで行けば結構な確率で呼ばれるわよね。回数が少ないからあれだが、2分の1で呼ばれてるな。で、一周してここまで伸びれば試合見なくても優勝するな。ちなみにこのイチロー選手は自前の三突なのよね。というわけでガチャと世界大会の目安みたいなものを話してきたわ。特定の一人を特に強く育てる、みたいな育成法はしていないので、そういう育て方をすれば変な足踏みもないんじゃないかな。悪く言えば何も考えずに周回してるだけ、だものね。だが事実なんだぜ。推薦状使うのだけ意識すれば特に何かしなくても勝てるようになる。そしてたまに負ける。これぐらいがストレスもなくて楽しめる感じなんだぜ。世界の栄冠で強くなったチームで栄冠9の方の成長版目標をクリアすればいいしね。とりあえず埋めれるだけ埋めて年間無敗を2年ほど続ければ。スーパークラス最後の難関、春夏連覇もクリアできるだろう。実はスーパークラス名門で甲子園優勝経験がないのよね。正直難易度的にもあんまり戻りたくはないんだが、成長版埋めるためにはやむを得ないんだぜ。それじゃあ今回はこの辺で。世界の栄冠のまとめだったぜ。あとは監督に任せるわね。それでは、チャンネル登録と高評価、よろしければお願いします。またねー。